皆さんおはようございます、鴨山さとです。今日はですね、愛知県体育館ドルフィンズアリーナにやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、なぜ愛知県体育館に来たんですか？それはもう12月のジャパングランプリのロケ班ということで、まあ、会場視察ですねのために来ました。どうぞ、はい、すごい。これをこれ借りたんですか？借りました。S1 イベントで借りました。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもこれもう1年ぐらい前から押さえてないと取れないんで、めっちゃ前から押さえてました。本当に愛知県体育館なんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、もう実際にテニスコートを設営して、ボールのね、色が何色がいいのかとか、どういう画角で撮ったら映像が見やすいのかっていう、あとはね、こう ライトニングですね、このライティングか、うんうんうん、こうどこの電気を消してどこをつけるとこういい感じなのかみたいなことも全部当日のこと本間さながらでやるということで、実際に今日9時から5時まで全部押さえて、ここで誰も、ここで誰も手こないです。あとね、この会場はですね、B リーグとか V リーグ、バレーとかですね、バスケットボールとかで、お相撲さんとかのね、あの名古屋橋とかでも使われてるぐらい、そうですよね、本当に超有名な場所で、ホットテニスはね、最近使ってなかったみたいなんですけど、うんうんうん、いろんなね、各種スポーツがね、使っているということもあって、はい、本当にね、もうすり鉢型のこうアリーナ型というかね、めちゃめちゃいいコート、格式高いところですよね。格式高いです、はい、だからね、その本番12月17日を成功させるためにも、今日しっかりとね、会場の人と打ち合わせをして、はい、最高の演出と最高の会場準備をね、していきたいと思います。はい、今日はジャパングランプリ2022の会場ロケ班行っていきたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。お、マサトさんが会いたい。こういうのもね、みんなでねやっていくんです。いろんなものが置いてありますけど、これはまだ何を使うかっていうのはあんまり定まってないっていうことですね。いや、そうなんですよ。これ本当にもう普通の大会だったら多分ありえないと思いますけど、僕らみたいに本当に何も決まってない状態からゼロを生み出すっていう時は、まあ、そもそもベンチ何個いるのとか、なんか普通一脚一人分の椅子何個いるのとか、うんうん、そういうの計算から始まるんで、で僕らもうこの規模でやるの初めてじゃないですか。そうですね。前回やったとはいえ有観客じゃないんで、うんうんうん、だからなんかこう会場どんな準備をしなきゃいけないのかっていうのも今日ちょっと手探りながらね、こう調べていくっていう、うんうんうん、感じになります。そういうことですね。ちょっとその様子をね、今日カメラにもちょっと収めてもらいながら、はい、ちょっと皆さんにもね、こうジャパングランプリこんな楽しいんだぞっていうところをね、伝わればいいかなと思います。はい、合ってる向き、これ巻こうや、はい、これ巻こう。あかんぐん、いや、こいつ、こいつね、あ、違う違う、これ入れっぱなしだった、はい、なんかそれっぽくなってきましたね。どうですか、まあ、これはね、今あの前回のものを使ってるだけなんで、今これ、はい、あの、まあ、関係ないです。仮設営ってことですね。サイズ感を見るためだけに使ってるんですけど、はい、これ今ここにつけるか後ろにこう貼るか、ちょっと後ろね、ごめんなさい、ちょっと雑に今貼ってるんであれなんですけど、どっちがいいと思うっていうか、そもそもこれこれじゃ気になる山です。というのも、コンちゃんが今いるところが VIP 席になっていて、スポンサーの人とかにね、座ってもらう、そう、そういう感じで座ってもらう予定だから。目の前にワイヤーありますかね。嫌だね、じゃあ。こっちじゃなしかな。この人はなし。上にあげるっすよね。上にあげるけど、結局このワイヤーはさ、ずっといるから。後ろから見るとどう？少年が駆け上がっています。この辺から見ても、確かワイヤーは気になるっすね。ない方がいいよね、やっぱり。旗上がったとしても、その旗でロブ見えなくなるんで。確かに。なるほど。じゃあやっぱここはなしだな。ちょっと今ね、この会場の人にわざわざ下ろしていただいて、で、このエースの旗をわざわざつけたってことですね。エースの旗をね、つけさせてもらったんだけど、ちょっとどうやら 見づらいみたいなんで、やっぱここ、こちらにね、ちょっとつけようと思います。壁に設営ってことですね。はい、こちらにちょっとつけたいと思います。まあ、ちなみにヨネックさんはあのメインスポンサーさんとして今回ね、応援していただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ここにじゃあ今回はスポンサーさんの、まあ、ロゴですね。ロゴフラッグをこちらに、うん、こちらの壁沿いですね。に貼って、ここのスポンサーロゴの場所の確定をしました。はい。次行きましょう。おい。なんすか遊んでんじゃねえ。ピコピコゲームしてんじゃねえ。これ昭和のゲームで今僕は遊んでます。すごいあれだね、ゲームにしてはやることがスケールがでかいね。あの、そんぐらいか。
3メートル、行って3メートルぐらいです。3メートルね。これは今何を測ってるんですか？これはですね、ここ今すごい広いスペースが見えると思うんですけど、はい、ここが大会ブース、メーカーさんであったりだとか、ほうほうほう、まあ、その企業スポンサーさんとしてご支援してくださった方がこうブースを出される場合にはここを、ね、使ってもらう予定になっています。ほう、一応だからその区画がどれぐらい必要なのかっていうのも分かんないんで、はい、どれぐらいいけるかっていうのも分かんないんで、今から測って、はい、何メートルあって何社だったら、まあ、1社あたりこれぐらいスペース取れるよねみたいなものをちょっと測って決めていきたいと思います。そういうことですね。こういうのも、ね、やっぱり、ね、やったことないからどうやってやるべきなのか分かんないよね。そうですよね。どのぐらいのスペースが最低限必要なのかもちょっとイメージできないですもんね。でもなんかもうやっぱ1社あたりにお渡しできる区画は多分決まってるんで、うんうんうん、まあ、それがどれぐらいになるのかっていうのをお伝えして、まあ、その可否をねちょっと考えてもらえていただけたらなと思っています。そういうことですね。こちらがね今日皆さん入り口がねこちらになる予定なんですけど、あ、じゃあこの入り口から入ってきたら、はい、すぐだね。すぐここはメーカーさんブース、企業スポンサーさんブースになるっていうイメージですね。そういうことですね。じゃあお客さんがもう一番目にするところにあるってことですね。もう一番最初に入るところだよね、ここはね、間違いなく、うんうんうん、目に入るところなんで、メインスポンサーさんから順にこうご紹介していく形になるかなとは思います。いや、ワクワクしますね。測っていきましょう。はい、はい、今からですね、会場今見てもらうと分かるんですけど、ライト全部ついてます。ちょっと一回映してもらっていいですか？はい、ライトが全部ついてますね、今。今明るいよね。明るいです。これで本番はですね、今このテニスコートのね、ここだけ、ここだけこう照明を入ってもらって、あと周りは消す、うん、で客席も消すっていうのをちょっと今から実験でやりたいと思います、はい。本番できるかどうかっていうのは、それをやってみてボールが見えるかどうかっていうのが大事なんで、まずは一回その暗くしてもらって、ボールがどういうふうに観客席から見えるのか、カメラに映した時に見えるのかっていうのをこれから検証していきたいと思います。はい、ロケハンっぽい。はい、今ね観客席側にやってきたんですけども、ちょっとねこうライトの関係は今いろいろ調整中なんで、本番どうなるかはまだわからないんですけど、ちょっとこう今は、ね、薄暗い感じになっています。で今ねテニスコートどんな感じかっていうとこんな感じです。おお、今ちょっとねみんながボール見やすさを確認してくれているんですけども、どうやら見やすいかなと思うんだけどな、どうですか？めっちゃいい感じでしょこれ、まあ、こんな感じで今ちょっと どれぐらい座れるのかとか、どういう観客席の形になっているのかっていうのはこれからね紹介しますので、ぜひ見てください。どうぞ。さん、何やってますか今？この度、ジャパングランプリの公式級として永瀬健吾さんからボールのご支援いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、今回ジャパングランプリ、いつもはねソフトテニスといえば白じゃないですか。はい。だがしかし。だがしかし。まあ、見てください、サーフェスの色。サーフェスの色。青色っぽいでしょ。青色っぽい。青色っぽいの分かりますか？だから何色がいいかっていうのを検証していきたいと思います。お、前回はねこれにプラス緑もあったんですけど、はい、ちょっと緑がねもう廃盤ということもあって、まあ、この5色で、何色が見やすいかっていうのを観客席から見た場合、ビデオに映した場合どっちが見やすいかっていうのをこれから検証していきます、うん、はい。前回の、ね、ジャパングランプリでもいろいろやった結果、前回はね黄色だったんですよ ね、うん、そうですね。だから今回は今サーフェイスの色がまたちょっと違うんで、何色が見えるかっていうのは分からないんで、うん、まあ、ベストな色をね、選手にとって見やすい色、観客から見ても見やすい色、映像で見た人でも見やすい色がどれなのかっていうのをこれから検証していきたいと思います。はい、行ってみましょう。レッツゴー。
はい、今からですね音響のテストをしていきたいと思います。これがワイヤレスマイクのバージョンです。聞こえてますか？聞こえてます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは有線の方聞こえてますか？聞こえてます。聞こえているということでありがとうございます。続いてこれは、はい、今ねあの音響ですね、はい、この、ま、全体のスピーカーに流れるこの全体ですね。全体どこに行っても聞こえないといけないじゃないですか。だから、はい、その状態で音楽を流してみてこっちとこっち向こうどれぐらい音が違うのかっていうのがあったらいけないんで、こんちゃんちょっと今が流すんで、はい、ここの音と向こうの音を比べたいんで向こうまで行ってもらっていいですか？え、俺が走るんですか？はい、お願いします。走らんでもいいよ、走らんでも早歩き程度で。じゃあ行きます。はい。はい、はい、今こんな感じですね。端っこでこれからあっちまで行くと。これ審判台からあれだもんね、ボールまで60センチ離さないといけないもんね。はい、大体60センチ。はい、大体ちょうど60センチ。60センチ、はい、で、ベンチがそれよりも後ろにあった方がいいんで。これ最大 4.2 ですね、ここ。4.2 ということで、今日ジャパングランプリの、2022ロケ班が、ね、無事終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ちょっと動画で全然出てきてないんですけど、高井さんも大阪から来てくれて、もう弾丸できて、もうめちゃめちゃやってピュッて帰りました。写真撮る間もないぐらいあのピュッて帰っちゃったんで撮れなかったんですけど、今日あのメンバーみんなで、ね、ロケ班やることができました。ちょっとカラスうるさいですね。うるさいんですけど。今日やったのは本当にテニスコートでどういう風にボールが見えるのかとかっていう映像のところと、ボール何色がいいのかっていうところをね、まあ、見てもらった通りなんですけどやってみました、はい。まあ、これからみんなで競技して最終的に、ね、ボールの色とか画角とかを決めていくんですが、まあ、今ねこう本番に向けて着々と準備をね進めています。でクラウドファンディングの方もちょくちょく進んでいて、ようやく半分以上、ね、こう達成することができたので、ぜひ皆さんチケットまだ買ってないよって方は応援してもらえると嬉しいです。このドルフィンズアリーナはですね、まあ、見ていただいた通り愛知県の名古屋市のど真ん中にあるんでね、あの車で来られたい方多いと思うんですけど、無料の駐車場が、ね、併設されていないので、できるだけ電車とかの、ね、公共の交通機関を使っていただくといいかなと思います。まあ、厳密に言うと近くに有料の駐車場はあるんですけど、台数がかなり限られていて多分止められないので、なのでできれば電車で来てもらえると嬉しいです。もうね徒歩ね1分2分ぐらいで、ね、着く距離なんで、もし分かんない人は過去のねロケハンの動画見てもらうと、そこの行き方が駅最寄り駅からここまで歩いてどれぐらいかっていうのもね載っているので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、最寄り駅は地下鉄の名城線市役所駅っていうところがあるので、そこが最寄り駅になっています。はい、ジャパングランプリ2022は本当にたくさんの皆さんのおかげで今こうやってね準備から本番までねできています。なのでまあ僕たちとしても絶対にこう成功させるために頑張って準備していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。会場ではね皆さんに会えることを楽しみにしておりますので、ぜひ一人でも多くの方に会場に来てもらえたら嬉しいです。
ということで今日の動画はこちらで終わりたいと思います、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。